はい、どうも、ナミさん、お疲れ様です。今日もメールの方ありがとうございます。そして動画もね、ついてました。動画、いろいろとね、考えることが多くて、私も非常に楽しみにしてるんですけども、今回は、日本人がね、あんまり勉強しないぞっていう風なね、そんな切り口だったと思います。だからこそチャンスっていうね、ことも言えるんですよね。みんなが勉強してないから、自分がちょっと勉強して力をつけると、すぐに高みに立てるっていうかね、人のお役に立てる力を身につけることができるっていうことなんですよね。うん、これ私もよく感じるんですよ。まあ、昨年ね、AI アートっていうのをやってみて、特に思ったんですけども、AI アートを自動で作るっていうものは、結構知れてるような気がしたんですけども、でもやってる方ってあんまりないんですよね。で、私の方が動画で、まあいろいろとね、紹介しても、じゃあやる方は、じゃあ10人中10人やるかって言ったら、私が見るところ一人しかやってないというね。でもその一人も、まあ、たまにね画像を見ることがありますけども、じゃあそれをビジネスにつなげてるかとかね、表現活動してるかっていうと、まあそうでもないのかなって映ったりもするんですよ。特にそのネットビジネスを生業としてる方でも、この AI イラスト、 AI アートにはかなりちょっとね出遅れてる感があったりとか、まあそもそも AI アートを必要としてないのかもしれませんけども、でも AI アートっていうツールができるというのはなぜかっていうと、マーケット性があるからですよね。じゃあそういうふうに新しく開かれたマーケットに対してやっぱり興味を持ってみる、試してみるっていうことをしていかないと、まあ分かんないところがあると思うんですよ。で、私の場合は AI アート昨年始めまして、今は半年ほど前から数ヶ月前かな、 AI のブログに入りました。そして次は AI で動画作成なんですよ。さあその続きがあるかないかっていうと、あるんですよ。その続きがね、ディープフェイク動画です。つまり私がこうやって話してる時に、私の顔がトム・クルーズになってね、こう喋ったりとかね、男はつらいのトラさんの顔で動画がこうやって映ったりとかね、VTuber のもっともっと手の込んだバージョンですか。ディープフェイク動画ってのは結構ね、犯罪に使われたりとかね、危なっかしい面もあるんですけども、上手にエンターテインメントに使っていくと、こんな面白いことはないかなと。例えば有名な俳優さんが言いそうもないようなことを言ったりとかね、で有名な女優さんがしそうもないことをしてみたりとかっていうのがいろいろできるのかなと思います。もちろん全てのテクノロジーは使い方なんでね、いい使い方悪い使い方様々ありますんで、まあ、私は人の役に立つようなね、そんなやり方をしてみたいなと思いますね。場合によってはもうお亡くなりになった有名人とかね、歴史上の人物が出てきて、あたかも今生きてるように喋ることもできるのかなと。特に宗教の世界ではね、イエス・キリストさんがあの格好でありがたい説法を動画の中でするところをね、楽しみにしてますけどもね、うん。あとはそうですね、お亡くなりになった方がもう一回出てきて、昔ね、恐れ山にいたイタコさんのようにね、何か人に癒しを与えたりとか、なんかこうね、心の平安をそこに結びつけたりとか、できるんじゃないかなと思います。いやなんかね、テクノロジーによって私たちは考えられないような世界に、考えられないような世界にね、運ばれていくのかなとも思いますけどもね。はい、じゃあ今回はそんなところですね。ちなみに AI ブログの方 2.5 話が挟まっておりますので、そこを挟んでの第3話ということになります。あしからずよろしくお願いします。